やあやあ、この前来た時珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。遅いな、どこかに寄り道してるのかな。誰かと待ち合わせかね。うん、プリカと約束してるんだ。秘密大作戦の相談をしようと思って。なんだその面白そうなの、俺も混ぜろよ。あれ、どうしてベルゼブブたちがいるの。ベルゼブブさんも秘密大作戦に参加したいんだって。私はいいけど、ちゃんとおじいちゃんに内緒にできる。できるできる。おじいちゃんにということは、トーア町長に何かする作戦。うん、おじいちゃんの家をこっそり建て替えるんだ。おじいちゃんのお部屋をきれいにしてびっくりさせたいの。秘密大作戦っていいことする作戦かよ。いいことするなんて、いいことじゃない。心意気は素晴らしいが、実現には高い壁がありそうだ。どうして。建て替える間、東亜に隠し通すのは難しいじゃろう。できない理由じゃなくて、できる方法を考えようよ。お前大人だな。誰が大人だって。わっ、揃って落ち着きのないことだ。何か悪巧みでもしていたのか。ううん、違うよ、おじいちゃんに内緒の話をしてただけ。あ、バカ。すまないプリカ、意地悪を言ってしまったな。悪巧みなどしていないことはよくわかっているよ。話しているのが聞こえてしまったのでな。わしの部屋をきれいにしようとしてくれていたのだろう。うん、でも内緒だったの、びっくりさせたくて。十分驚かされたさ、お前たちの優しさと成長に。それって嬉しいこと。涙が出るほどな。この喜びを町中にお裾分けしたいくらいだ。おじいちゃんがそう思うならお裾分けしようよ。どうやって。おじいちゃんの家だけじゃなくて、町ごときれいにするんだ。なるほど、それはいい。私も手伝わせてもらおう。もちろんベルゼも手伝うよね、秘密大作戦。まあいいけどさ、何をしたらいいんだよ。大掛かりな町の改装をするなら大量の建材が必要だろう。ハルバに仕入れの手配を相談してみてくれんか。わかった。いらっしゃいませ。今日はどんなご用です。すまんが今日は客ではない、相談があってきたのだ。何でしょう。町の大改装をするにあたって大量の建材が必要でな、仕入れの手配を頼みたいのだ。ほうほう、町の大改装とは随分大きな事業ですな。よかったら詳しく聞かせてくれませんか。ああ、実は。なるほど、秘密大作戦ですか。それはぜひお手伝いしたい。東亜町長とスピノ町には大変お世話になっていますから。建材の手配は私が引き受けましょう。助かる。私たちにもできることがあれば言ってくれ。それであればぜひ手に入れてほしいものがあります。
何かね。オオサバクワニの牙です。大抵の建材は私の方で手配できるのですが、オオサバクワニの牙だけは手に入れるのが難しくて、何せオオサバクワニは希少種な上に手ごわいものですから。ふん、俺なら余裕だけどな。それは頼もしい。では悪魔の強さに頼らせてもらっていいでしょうか。おう、任せとけ。ありがとうございます。オオサバクワニは確か龍砂の近くにある下地流の巣付近にいたはずです。危険な場所ですからお気をつけて。食べられる食物、食べられない食物があるのか。消化できるかどうかが大きい。あとは有毒かどうかという問題。要するに腹が弱いんじゃな。魔物は腹が強い。何でも食べられるんだな。さすがだ。そんなわけない。そうか、大型のクロコダイルだ。メカでちゃちゃっと勝たしてくだされ。から王子、よし、オオサバクワニの牙を手に入れたぞ。ではハルバのところへ届けよう。オオサバクワニの牙持ってきたぞ。ありがとうございます。早速町長に報告しましょう。全員の協力のおかげで工事の手はずは整った。いよいよ秘密大作戦決行だ。おお、では取り掛かるとしよう。みんなよろしく頼む。
じいさん？おお、すまん。新しい町の姿に見惚れておった。お前さんたちが来てから町がどんどん変わっていくな。ヒューとプリカも町と一緒に成長してくれている。願わくば少しでも長くこの成長を見ていたいものだ。